はい、トレ実況のパート25を始めていきたいと思います。今回から、3時編になりますね。はい、じゃあまた可能から、いや、あえてあっちからやっていこうかな。今回はあっちからやっていこう。どうして姉は誘拐されたんですか？狭い裏路地に入るなり、瞳はカナンに聞いた。その質問に答える前に言っておく。カナンは冷たい口調で制した。私はある任務のために日本に来た。内容によっては話せないこともある。わかりました。瞳は小さくうなずいた。まず質問の答えだが、マリアは君の代わりに誘拐された。え？瞳は驚きの声を発した。そんな、どうして？奴の目的がマリアではなく瞳だからだ。奴って誰？事件の黒幕だ。淡々とした口調でカナンはつぶやく。おいおい、なんで瞳が目的なんだよ。アーチが二人の会話に口を挟んだ。それは話すことはできない。だったらそいつは何者なんだよ。それも口にできない。というより、奴は性別、国籍、年齢、容姿、存在のほとんどが謎に包まれている。だから説明のしようがない。あまりに突拍子もない話にアーチと瞳は唖然とした。なんだよそりゃ、分かってるのは黒幕ってチンキな名前だけか。黒幕は名前じゃないです。瞳はアチに向かってつぶやいた。奴は私にとって仇でもある。カナンが固い声で吐き捨てる。仇？瞳が聞き返す。奴には相棒を殺された。無表情だったカナンの瞳が一瞬だけ冷たく輝いたように見えた。さっき姉が誘拐されたことに責任があるって言ってましたけど。瞳の質問にカナは目を伏せた。4日前、奴の計画を事前に入手することに成功した。そこでマリアと接触し、君がパーティー会場で襲われることを伝えた。パーティー会場なんかさ、あのさ、大学の先生怪しいよねあのパーティーを主催した。それでパーティー会場に行っちゃいけないって。姉からの忠告の真意が分かり、瞳の声が震えた。君に持たせるようにとマリアに小型 GPS を渡してたのだが。瞳は少し考えたが、心当たりがないようで首を小さく振った。そうか、やはり今はマリアが持っているのだろう。まさか姉は。瞳の顔から血の気が引く。そうだ、マリアはおとりになって君の代わりにわざと誘拐されたんだ。瞳はショックのあまりその間に崩れ落ちそうになった。慌ててアーチが大きな腕を伸ばして支える。でもよ、瞳の姉ちゃんも行かなければ誰も誘拐されなかったんじゃね。アーチにはそこがいまいちわからなかった。姉ちゃんはなんでわざわざおとりになりに行ったんだ。アーチが首をかしげると、カナンは小さなため息をついた。パーティーに行かないだけではまた別の機会に狙われることになる。ああ、そうか、なるほど。納得してうなずいた。おそらくマリアは GPS を使って私を奴らのアジトに案内するつもりだったのだろう。あの誘拐犯の手から守り、私の任務にも協力できる。彼女の考えそうなことだ。それでその GPS で姉ちゃんの居場所は分かっているのか？アジが聞くとカナンは首を振った。GPS は誘拐されてから一度も電源が入っていない。犯人たちに奪われた可能性もある。なんだよ。結局瞳の姉ちゃんの居場所はあんたでもわからねえってことか。アチはがっくりと肩を落とした。それがそうでもない。え？さっきの外国人たちから情報を入手した。今日の早朝の時点ではマリアは青いワゴンに乗せられて渋谷を連れ回されていたらしい。青いワゴンという言葉にアチと瞳は顔を見合わせた。ただ現状はどうなっているかまではあいつらも知らなかった。やっぱ青いワゴンか。アチは興奮してこれまでの経緯を説明した。誘拐犯に指定された場所で青いワゴンを取り逃してしまったこと、そして杖の男をはじめとするさまざまな連中に瞳が狙われていることも話した。
ところどころ要領を得ない話だったが、カナンは最後まで黙って耳を傾けた。なるほど。カナンはぽつりとつぶやいた。奴らがトラブルを抱えたと考えるべきか。考えながら独り言のように言う。いずれにしても杖の男が気になる。奴らの仲間ではないと思うが。つまりあれか、関係ない奴が出しゃばってきたから奴らの計画がパーっておるか。カナンは同意するように近くうなずいた。君は杖の男がいたためにワゴは待ち合わせ場所にとどまれなかった。そう考えるのが自然だ。それって考えようによっては黒幕につけ込むチャンスじゃねえか。アチが興奮して言うと、カナンは意味深に薄く笑った。どうだろうな。なんだよ、冴えねえな。アチがふてくされ気味に言う。よくできた計画というものは輪郭がはっきりしている。そのため目的を達したとしても次元後の足取りがたどられやすい。はあ、そういうもんなのか。逆にアクシデントを含みつつ目的を達すると輪郭がぼやけて計画の実態を把握するのが難しくなる。カナンの言葉にアチは息を飲んだ。だけどよ、アクシデントがあったら絶対焦るって。計画どころじゃねえって。まあ普通はそうだな。カナンは唇の端を少し歪めた。しかし瞳を狙っている人物は完璧な計画を練った上であえて針の穴ほどの抜き道を用意する。だから存在がつかめない。ヤスの輪郭は常にぼやけている。まるで別世界の話を聞かされたみたいで、アチは何も言い返すことができなかった。もしカナンが言っていることが本当なら、とんでもない相手とやり合おうとしていることになる。いずれにしろ、ヤスの狙いが君である以上、もう町をうろつかない方がいい。カナンに声をかけられると、瞳は静かに立ち上がり、首を左右に振った。いえ、私も青いワゴンを探します。姉は私のために危険な目にあったんです。私だけが安全なところにいるわけにはいきません。きっぱりと瞳は言った。さっきまでのショックから立ち直ったようだ。そりゃそうだ。アチは瞳の背中を叩いた。瞳がその気なら、どんな奴が相手だって俺は最後まで協力するぜ。寄りかかった船じゃねえか。乗りかかったですよ、アチさん。おう。カナンは小さなため息をついた。せいぜい気をつけることだな。さっきのように助けることを何度も期待されては困る。分かってます。瞳の目には迷いも恐れもなかった。カナンは小さくなずくと裏路地の奥へと消えていった。カナンの任務は何なんだろうね。さっそ、俺たちも早速青いワゴンを探すか。そこまで行ってアチの足は止まった。迂闊に街を歩き回ればまた同じことの繰り返しだ。杖の男や外国人に追いかけられ、ワゴンを探すところではなくなってしまう。どうする。何かいい方法はないのか。アチが何気なく空を見上げると、街灯に設置された監視カメラが目に入った。そっか。え、たく、今頃になって思いつくなんてよ。思わず大声で叫ぶと瞳が驚いた顔をした。親父の監視カメラを使えば楽勝じゃねえか。アチは瞳の手を引いて走り出した。目的地は道玄坂にある監視カメラのモニター室である。かけるスピードを少し緩めて、アチが瞳を振り返る。大丈夫かと話しかけようとしたとき、別のところから声をかけられた。なあ、ちょっと聞きたいんだけど、 KOK って知らないか。変な男の言葉に思わず足を止めた。 KOK に喧嘩を売ろうというような年齢じゃない。アチは怪しむように男を観察しながら答えた。知ってっけど、もしかして KOK に入ってるのか。いや、今はもう。アチが言うと男の目が明らかに輝いた。自分のことを知っているのだろうか。男が笑みを浮かべながら一歩近づいてきた。何か面倒なことに巻き込まれそうな気がする。それは瞳も同じだったようで、不安げな表情をアチに向けていた。行こう。アチは瞳を促して機密を返した。杖の男だけが敵じゃないことが分かった以上、ちょっとでも怪しい人物は警戒するべきだ。周りにどれくらい瞳を狙っている人間がいるのか、それすらもまだ把握できていないのである。まっすぐに監視カメラモニターのあるビルに向かうよりも少し様子を見た方がいい。アチはそう判断して一旦裏道へと入り込んだ。さっきの男が追いかけてくる様子はない。さっきの人何だったんでしょうか。さあな、怪しいのは確かだけど、まあ追いかけてこねえみたいだし。しかしおかげで遠回りをしてしまったのは確かだ。元の目的地へと向かおうとした時、アチの背中に外国人がぶつかってきた。あっと思った次の瞬間には背中が焼けるように熱くなっていた。しまった、刺された。キャー、瞳が悲鳴を上げた。
いきなり現れた外国人に腕をつかまれている。ひ、トミー、手を伸ばしたが腕に力が入らなかった。自分の体ではなくなってしまったみたいに自由が利かない。アチの背中から外国人が離れるとドバッと大量の血が噴き出した。目の前で瞳が外国人たちに連れ去られていく。くそ、なんとか追いかけようとしたがふらふらと足元がおぼつかない。出血のせいで意識も朦朧としてくる。アチは遠ざかっていく瞳の姿をなすすべもなく見つめることしかできなかった。はは、唐突すぎだろ。外国人に刺される。緑川の選択を変えればいいんだな。まあでもその前に、可能行くかと言いたいところだけど、あえてマリア行こう。あえてマリア行くわ。てかマリアの服装変わってんな。これ絶対立つのでしょこの人。絶対立つのだこの人。ちょっと待ってよ、私の名前って大沢ひとみなの？その言葉に杖の男は引き金を引くのをためだった。どういう意味だ。銃口はまだまっすぐに私の頭を狙っている。どういう意味も、こういう意味も、私は自分が誰なのかわからないんです。ふざけるな。ふざけてなんかいません。私は必死になって言い返した。もし殺されてしまうにしても自分が誰なのかは知った上で死にたい。殺されてもいいのかよ。教えて、私は大沢ひとみなの？杖の男は私の姿をじろじろと見た。くそ、これは何かに気づいたようだ。詳しく話せ。杖の男はぶっきらぼうに言った。話せって、だから私記憶がないんです。倉庫で目を覚ましてからのことを簡単に説明した。杖の男は私の顔から目を離さないで聞いていた。なるほど、そういうことか。杖の男は話を聞き終えるとふらふらとビールケースに腰掛けた。どうやら私の話を信じてくれたようだ。とりあえずは安心した。それで私は大沢ひとみなんですか？違う。じゃあ大沢ひとみって誰なんですか？私に似てる人なんですか？うるさい、静かにしろ。杖の男は吐き捨てるように言った。どうする、このままでは。うつろな顔で杖の男は独り言を繰り返している。大沢ひとみじゃないのなら私には用はないってことですよね。そうなるな。だったら私行ってもいいでしょうか？杖の男は何も答えない。拳銃の銃口をだらりと地面を向いている。私に対して殺意はなくなったようだが、黙って立ち去らせてはくれなさそうだ。また銃を向けられる前に何とかして逃げよう。私はそばにあったビールケースを掴んで杖の男に投げつけた。そしてすぐさま逃げ出した。後ろも見ないで走り続けた。振り返ると杖の男は追ってきていなかった。走るのをやめて歩き出すと、階段の途中でバーニングハンマーをかけて戦ったミクが腰掛けているのが見えた。さっきはどうも。声をかけると機嫌な顔をされた。雑貨屋でダイエット飲料を譲ってもらった。説明するとようやく納得して表情を和らげた。びっくりした、猫じゃないから分かんなかったよ。何してんですかこんなところで。まあちょっとね。ごまかすように笑ったミックはどっか元気がないように見えた。ねえ、合気呪術どこで習ったの？え？不意に問いかけられて答えに窮した。どっか習ったんでしょ合気呪術。習った？言われてみればその通りだ。どこから誰かに習わなければあんな風に体が動くはずがない。もうカナンじゃね？多分習ったの。そんな気がするわ。誰に習ったんだろう。いくら考えても思い出せなかった。私の沈黙を別の意味にとったのか、ミクがつまらなさそうに言った。ふーん、企業秘密ってこと？それならどれくらい練習した？あんまり長くはやってないかな、多分。記憶がないとも言い出せずにはぐらかすとミクは黙り込んだ。私ね、あんたに負けて全部崩れちゃったのよ。何もなくなっちゃったの。わかる？この気持ち。自分の拠り所がなくなっちゃう不安が。一息に言うミクに
私は力強くうなずく。わかります、私だってなくなっちゃったんだ、記憶が。わかる、もうやってられない、やってられないのよ、アイデンティティの崩壊よ。まあ、きたあんたに言うのもなんだけど、これでも昔はさ、あ、今から昔話するけどいい？昔はね、ミクは短歌を切ったように話し始めた。やっぱもうやめた方がいいのかな。ミクが話し始めて15分ほど経っただろうか。もう何回目になるかわからない問いかけに、私はうんざりしながらも辛抱強く答えた。好きならやめるべきじゃないと思います。どっちみち他のことをやろうとしても絶対また格闘技に戻ってきますよ。それにその格闘技の道を進めてくれた人のためにも納得できるまでやった方がいいですよ。そうかな、そうかもしれない、そうだよね。ミクの顔に明るさが戻ってくる。ありがとね、私もっともっと練習して強くなる、次は負けないから。はは、わかりました。もう二度と戦いたいとは思わないけれど、一応は話を合わせておくことにした。じゃあね、またミクは手を振って去っていった。その後ろ姿を見送っているうちに、なんとなく羨ましい気持ちが湧いてきた。彼女のように私にも熱中できるものがあったのだろうか。思い出せない、思い出したくても思い出せない。あの男なら、強いの男なら私について何か知っているかもしれない。危ないかもしれないけれど、それでも自分のことが知りたい。私はもう一度強いの男がいた場所に戻ることにした。しかし 裏路地にはもう誰もいなかった。ほっとしたような、ひどく残念なような複雑な気持ちになる。ふと何かが落ちているのに気づいた。なんだろう。地球って拾い上げると手帳だった。最後のページに若い男女3人の写真が挟んであった。これからどうしよう。警察に駆け込む。しかしどうやって状況を説明すればいいのだ。例えば、大沢ひとみっていう人が狙われていますといえば、警察の人は、その人は誰ですか、誰に狙われているんですかなどと尋ねてくるだろう。いや、それどころか全く聞く耳を持ってくれないかもしれない。私は大沢ひとみが誰かも知らなければ、狙っている連中のことも知らない。もっと言えば、そもそも自分が誰なのかもわからないのだ。話にならないと追い返されるのがオチだ。どうしたらいいんだろう。私は途方に暮れてがっくりとうなだれた。首にかけたネックレスが所在なぎにブラブラと揺れた。キープアウト。どうしたらいいんだろうね。どうしようかな。相手大沢行く？じゃあ相手大沢行くわ。心の底から他人を信用したことがない。人間という生き物は表面的な付き合いでは本質を判断することができないからだ。しかし他人を信用したことがないというのは、他人から信用されたことが ないという意味でもある。結局全ての問題の根っこは私の心に帰結するのかもしれない。緑川からの連絡を待ちながら、大沢は事件について考えていた。もし田中が犯人だとしても、共犯がいるのは間違いない。犯人たちの狙いが瞳の血液中にある抗ウイルス剤ならば、マリアは間違えて誘拐されたことになる。マリアと瞳は二卵性ソーセージだが、一卵性ソーセージに間違えられるほどよく似ている。しかしそれでも田中は間違えるはずがない。おそらくマリアや瞳と面識のない共犯者が間違えてしまったのだろう。瞳に身代金を渡して駅前に立たせたのは、改めて誘拐しようとしたからに違いない。しかし一つ疑問が解けると、別の疑問が湧いてくる。どうして田中は瞳からのメールを見せたのだろう。犯人としては隠しておきたい情報のはずではないか。考えれば考えるほど訳が分からなくなる。一体誰が味方で誰が敵なのか。
大沢さん、郵便物が届いていました。梶原の声が聞こえた。入ってくれ。部屋に入るなり梶原は A4 サイズの封筒を差し出した。受け取って表書きを見る。神木彩ファンクラブカミング入会申し込み書在中。そういえば帰国した初日に取り寄せたのを思い出した。空きでいただけます？梶原は申し訳なさそうに言った。どうして？一応今日届いた郵便物は内容を確認したいもので、犯人からの郵便物による接触も考えられますので。言われるままに封を開けると申し込み書と数枚のポストカードが入っていた。梶原は大沢の手元を覗き込んだ。ちょっと安室奈美恵っぽいねこの人。本当に好きなんですね。そういう君はどんな音楽を聴くんだ？ポストカードを眺めながら聞いた。瞳が印象的な写真だ。そうですね、あえて言うならクラシック。大沢は眉をひそめた。モーツァルトとかショパンとか。フーム、と首をかしげる。聞いたことないな。本当ですか？梶原は驚いた顔をする。もちろん名前ぐらいは知っているが、もともと音楽はあまり興味がなくてね。それはもったいない。一つ聞いてみますか？そうしようかな。梶原の好む音楽がどんなものか知りたいと思った。梶原はポケットからデジタルプレイヤーを取り出した。どうぞ。差し出されたイヤホンを耳につけた。静かなストリングスが流れ、次第に重厚なホルンが加わる。曲が厚みを増していくと気分がゆったりと落ち着くようだった。大きく深呼吸をした。鼻から体内の毒気が抜け出たような気がした。気がつけば聴き始めて10分ほども経っている。どうですか？いいな。この曲のテーマなんですが、そもそも。梶原そこまで言って口をつぐんだ。まあうんちくはやぼですね。君に感謝するよ。もし君と出会わなければ私はこの曲を知らないままだった。これも音楽の力なのだろうか。不思議と素直に言葉が出た。そう言っていただけると嬉しいです。大沢はポストカードを眺めながら曲に身を任せた。幻想的な青い砂を綾が両手ですくっている。その指の先から砂がこぼれ落ちている。この写真と同じだ。私はいろいろなものを砂のように手のひらからこぼして生きてきた気がする。嘆くようにつぶやくと、梶原は少し考えてから答えた。一つのことを成し遂げた 人というのは、多かれ少なかれそんなところがあると思いますよ。成し遂げたというのはあくまで結果だよ。問題は別のところにあるんだ。イヤホンを外してデジタルプレイヤーを返した。君は私に隠し事はするなと言ったな。梶原は黙ってうなずいた。だから隠さないで話すよ。背もたれに大きく体を預けると胸の奥に詰まったものを吐き出した。不安なんだ。押しつぶされるぐらい。こんな時代ですからそれは当然で。梶原の言葉が終わらないうちに続けた。そうじゃない、そうじゃないんだ。小さく首を左右に振った。娘にもしものことがあった時、私はどんな気持ちになるんだろう。私は感情の振り幅が狭い人間だ。いつも心のどこかは冷めている。いや、そうありたいと思ってきたんだ。だからもしかしたら娘を失っても何にも心が動かないかもしれない。悲しいと思うことができないかもしれない。それが不安なんだ。自分の感情に戸惑っていた。心とはこれほど不安定になるものだと初めて知った。大丈夫です。梶原は屈託のない笑顔を見せた。何が大丈夫なものか。本当に心が冷たい人はそんなことを心配したりしません。きっぱりと言うと、梶原はポケットからまたデジタルプレイヤーを出した。差し上げます。よかったらまた聞いてください。気分が落ち着くと思います。大沢はデジタルプレイヤーを受け取った。わずかだが梶原に心を開きかけている自分がいた。こっちもどうですか？それは結構だ。梶原はポケットからバナナを取り出していた。本当に？もらやっぱりもらっとくか。少しだけ大沢の表情が緩んだ。もらうんかい。思えば今日は君に随分とイライラさせられた。そうですか？私なりに大沢さんの気持ちを和ませようと思っていたのですが、あんなに大声で怒鳴ったのは久しぶりだ。そういった瞬間、大沢の脳裏にあの雨の日の光景が蘇った。
あれはマリアが小学校5年生の時だった。マリアの部屋で大沢は立ちすぐんでいた。手には置き手紙が握られている。何気なく窓の外を見ると、全身をびしょ濡れにしたマリアが歩いていた。途端に頭に血が昇った。お父さんは人目ばかり可愛がっている。仕事ばっかりで遊んでもくれない。だから私は家を出ます。マリア自分でもよくわからない衝動に突き動かされていた。部屋を飛び出して玄関に向かって走る。ちょうどマリアが家に入ってきたところだった。大沢は無言で玄関に出迎えた。額に濡れた髪の毛を貼り付けたマリアは上目遣いで恨めしそうな顔をしている。私のことなんかどうでもいいんでしょ。反射的に顔を張っていた。マリアは頬を押さえて目に涙を浮かべた。怒りが急に罪悪感へと変わった。慌てて手のひらを眺めるとかすかに血がついていた。大沢は自分のしたことに愕然とした。そして恐れた。自分から生の感情を引き出し、じゃあせいかな、ここまで衝動的にしてしまう娘の存在を恐れた。どうしました？カジュラが心配そうな顔をしている。自分でも気づかないうちに頭を抱えていた。いや、怒ったり叫んだり、私はそういうのは苦手だし嫌なんだ。大沢はイヤホンを指でいじりながらつぶやいた。怒ったり叫んだりいいじゃないですか、人間らしいと思いますけど。そんなことが人間らしい？愛にはよく機械のように冷静な人と言われた。皮肉だということは分かっても、どうすれば人間らしく振る舞えるのか分からなかった。怒ったら怒ったと、悲しくなったら悲しいと、相手にちゃんと伝えることが人間らしさではないでしょうか。カジュラは噛みしめるように言った。それじゃあ相手を傷つけてしまったら、ちゃんと謝ればいいと思います。なんとなくカジュラの言ってる意味分かった。これまで大沢は自分の思っていることを口にして相手に伝えてはこなかった。伝える必要など感じたことはなかった。しかしもし今目の前に娘たちが現れたら、これまで口にしてこなかった全てのことを一気に吐き出しそうで、それが大沢には恐ろしかった。あなた、キジさんたちが呼んでるわ。ドアを開けて愛が入ってきた。進展があったそうよ。聞くや否や、大沢と梶原は同時に部屋を飛び出した。捜査一課の面々に梶原が説明を受けていた。少し離れたリビングのソファーで大沢と愛はその様子を眺めていた。梶原は何度も額の汗をハンカチで拭いている。心なしか顔色も青ざめている気がした。どうやら悪い報告であるのは間違いないようだった。大沢さん、奥さん。梶原は大沢の元へとやってきた。たった今本部から連絡がありました。重苦しい口調だった。大沢は覚悟を決めていった。聞かせてください。まず瞳さんのことです。梶原の表情が暗く重く沈む。渋谷駅近くで遠藤亜紫という青年の死体が発見されたんですが。死んでるぞ、亜紫。大沢には聞き覚えのない名前だった。そこから少し離れたビルの中で、これ瞳を死んどるわ。生唾を飲み込む。瞳さんが死亡しているのが見つかりました。ぐらり平行感覚がおかしくなる。そんなバカなことが。それからマリアさんの方ですが、もうそれ以上何も耳に入ってこなかった。目の前がぐらぐらと歪んで揺れてる気がした。瞳が死んだ。瞳が すっとカーテンでも降りてきたかのように唐突に視界が真っ暗になった。なんで死んだ。なんで死んだ、マジで。どういうこと。約束と律儀に守ったある人物が。何のことだろうな、わからんな。なんだろうね。アチが刺されたのは知ってんだけど、外国人から。それを避けるために、緑川をなんか選択を変える必要があったっぽいから、緑川のさ、多分ストーリーやればいいんじゃないかな。とりあえず今回はキリがいいんで、ここにしたいと思いますね。ご視聴
ありがとうございました。